おはよう、おはようございます。<laughs> はい、今日は4月の17日月曜日の朝9時16分ですね。えっと、タイトルにもあるんですけど、みほラジ復活っていう風にあるんですけど、ちょっとね、少しずつ、あの、何時とかは決めないんですけど、少しずつね、みほラジ復活していきたいななんて思っております。もう、 あれですね、約2ヶ月ぐらいかな <laughs> なんかこうもういろいろあったんですけどだいぶ私の心も落ち着いてきたので少しずつねこう、何て言うの社会生活復帰じゃないですけどそんな風にしていきたいなと思っておりますえっ、ー、と多分今日もねそんなに長くは配信しないと思うんですけど徐々に。 鳴らしていいきたいと思いますではめぐみさんおはようございますめぐみさんはインスタのストーリーズに朝9時15分からみほ,の、ね、みほさんの YouTube やるよってインスタのストーリーズで報告してくれてありがとうございます。私の方でもねインスタで紹介させていただいてなんか嬉しいね SNS で本当にそうやって拡散してもらえると。はいなおさん ひろこさん、ひまわりさん、れんすけさん、ななさん、ゆみさん、ゆうこさん、のりこさん、なみさん、ゆゆみさん、なんちさん、おはようございます。今日はチャンネル登録してなくてもコメントができるような設定なので、もしね、あの聞いてて、このライブ見てて、ちょっとコメントしてみたいなっていう方は、ぜひぜひ初コメですとかって言ってね、入れてもらえるとありがたいです。 はい。n f さん、サッ t ちゃん、かおりんこさんも、あ、かおりんこさんは美容室から、<laughs> 美容室で <laughs> チャットしてくれてるんですね。ありがとうございます。では、今日はね、何の話をしようかなって思ったんですけど、き、ま、昨日の出来事と今朝のことを普通にね、日常を語っていきたいと思います。まずね、昨日日曜日だったじゃないですか。だから、 えっと、親子で3人で温泉に日帰り温泉に行ってきました。でいや私がね温泉行きたかったんですよゆっくり温泉また入りたいなって思っててでなんかこう近所とか近くのねなんか日帰り温泉もいいなとかって思ったんだけどあそうだ私ちょうどコストコ行きたいんだよなって。 って思っててて思それであのコストコあの私昨日行ってきたんですけど、うん、と何だっけ多摩境のコストコでどうせそっちの方に行くからそうだそっちの方の温泉に行こうと思って探したらちょうどねコストコの近くになんか温泉日帰り温泉の場所があってそこでね 3人で、<laughs> ゆっくりとね、長風呂をしてきました。いや、結構楽しかったです。動画を撮ったので、また、その日のね、動画は後日出していきたいと思うんですけど、いや、気持ちよかったなと思います。で、その後、コストコ行ったんですけどね、まあ、激混みでした。道路が本当に激混みで、 もうあと6 0 0メートルぐらいでコストコ着くのにもうそれ多分ね3 4 0分かかったから本当に全然進まないの渋滞って言ってもさ少しずつ普通進むじゃんもう全然進まないんですよだからこんなにこんなにみんなコストコに行くのかとで私なんかコストコここまで並んで行くって思ってもう子供たちにちょっとコストコやめてさ ロピアでよくなないいみたいな <laughs> ロピアもほら日本のコストコみたいな感じって言われてるからロピアでいいじゃんみたいなだけどミーミーが絶対コストコに行きたいって言ってミーミーはもうコストコ大好きで絶対に行きたいって言ってじゃあ待つかみたいな感じでもう意地でねコストコに行ってまいりました、はい、何を買ったかはねまた 動画でね、ちょっと紹介したいななんて思っております。はい。あ、上井さんが昨日の動画見ましたって言ってくれてます。そうだ。ちょっと話逸れるけど、昨日のね動画皆さんきっと見てくれてると思うんですけど、私が最近アイコンとかこうチャンネルアートって言ってね、YouTube 開くとこう上の方に出てくる画像あれを変えたんですよ。 でそれの写真を撮ってくれたのが、えー、の昨日もね紹介してるけど、咲子さんっていうあのプロのカメラマンさんにお願いしたんですけど、その時のなんか撮影イベントの様子をね紹介させていただきました。はい、でもう海が本当に素敵で、あの神奈川県のね早山町っていうのか早山町っていうのかわかんないけど早山っていうところの 海でね、めちゃめちゃ気持ちが良かったです。神井さん、見てくれてありがとうございます。えー、っと、どこだ、どこだ、糸ママさん、おはようございます。久々にライブで見放し見れて嬉しいありがとう。そして、ユミさんは、多摩堺のコストコ、うから近い。あ、そうなんだね。ユミさん、近いんですね。その辺なんですね。じゃあ、あの、温泉も知ってるかな。 なんだっけ森の綾っていうのかなそこのね温泉に行ってまいりましたピノさんおはようございますそしてめぐみさんも見てくれたんですね昨日の動画モデルさんみたいに撮影されてて美穂さんとても綺麗でした <laughs> ありがとうございますでも実はですねあの撮影イベントの前の日私めちゃめちゃ号泣してるんですよちょうどねなんかカメくんと多分 言いい争いをしてたのか何だったかもうどどのどんな涙だったのかも自分でも忘れたんですけどとにかく号泣してもう目が腫れて「どうしよう明日明日アイコン」とかねその自分のプロフィール写真の撮影なのにもうこんなに目が腫れてどうしようと思ってさもう顔を洗ってみたり冷やしてみたりとかさしてなんとか。 早めにこうね対処してで次の日の朝起きたらまだなんか晴れてたんですけどでもなんか撮影に行く時とかね行くまでに結構時間もかかってるしなんとかみんなにわからないぐらいになりましてよかったなと思って <laughs> そんなことがありました。えー、まゆゆちゃんん、おはようございます。F さん コストコだいぶ前に会員になってよく言ってたけど、今の会員っておいくらなのかしらやっぱり会員じゃないと入れないのかなコストコね、入れないと思います。会員じゃないと。で、会員もなんかこう、ランクみたいなのがあって、多分5000円ぐらいなのかなちょっとわかんないんですけど、私は9900円の会員なんですよ。でもそれってコストコで 十何万とか買い物をしないと得じゃないコースで,でも、まあ、うち1回行くとほら45万使って23ヶ月に1回行くからとりあえずその9900円の会員の方がお得だって言われてなんかそれにしたんですけど、まあ、私もコストコの会員は、まあ、次引っ越すところにもよるんですけどもうこ今回この1年で終わりにしようかなって。 とは思っていますやっぱりね楽しいんだけど本当にお金すごい使っちゃうんだよ、ね、<laughs> そうでも美味しいからいいんだけどでももうみーみーと二人暮らしとかにもし来年なったらもうさすがに二人暮らしでコストコのあの量は多すぎるんじゃないかなとか思ったり。 まあでも引っ越す場所の近くにね、コストコがあったらやっぱり行きたいんですけどね <laughs>。はい、えー。春山るんさん、おはようございます。ゆうかさんもね。はい。ゆみさんもモデルさんみたいでしたって。ありがとう。<laughs> ななさんもありがとう。めっちゃ素敵ですって。のりこさん、バス停の写真は映画のワンシーンみたいでした。そう。あのバス停はね、新なせバス停っていうのかな。なんか、 本当にすごい SNS の聖地みたいな感じらしくて超映えスポットなんだってなんか CM にも使われたみたいで結構いろんな子があそこで写真を撮ってインスタにあげるっていうねなんかそういう聖地みたいですこう可愛い,いじゃんこう白いさ小屋のバス停でさ そしてもうその後ろは全部海が広がってるからこう海の真ん前に本当に白いポツンとバス停があるっていうそういうね可愛らしいところなんですよねすごくね雰囲気良かったです上井さんはお仕事休みなんですねミミちゃんかな <laughs> アトピーはどうですかうん最近そんなななにアトピーのことを言わなくなって で,きたかなでもやっぱりかゆいときはあるからなんかクリーム塗ったりとかワセリン塗ったりとかしてなんかしのいでいる感じかな。エマさん自然の中でリ,リラックスしているみほさん素敵でした。ありがとうございますさっちゃんもありがとう。あひまわりさんもワンピースのことねありがとうございます。ポムさん 今朝のみほさんの表情も晴れやかというか爽やかというかアイコンも変わってみほライフ第2章の始まりですね。フォームさんありがとうございます。本当にね、そうですね、みほライフ第2章の始まり、第2章なのか、第3章なのか、よく分かんないけど、でも第2章だな、かな。はい、始まりました。 いやーなんかあの廃人になってた時期はねやっぱり3日ぐらいで終わったかななんて思います。で今朝あそう昨日そういうふうに過ごしたでしょでコストコ行ってで帰ってきてから子供たちと一緒にこう保存みたいなやつやってこの小分けお肉とかお魚を小分けにするっていうやつねあれはもう私一人でやるのは絶対嫌だからって言ってもうコストコ コストコも本当は会員ね、解約しようって私は思ったんだけど、子どもたちがどうしても、どうしてもまだ解約しないでっていうので、じゃあ,あの、買い物行ったら、買い物から帰ってきた後のあの片付けの処理、あれがすごい大変だから、それを手伝ってくれるんだったら、まあ、まだやってもいいよみたいな感じだったんですよ。だからちゃんと、ね、みんとみなで あの冷蔵庫とか冷凍庫に入れたりとかお肉の保存小分けにするのとかそういうのをちゃんとねあのみんなで協力してやりましたあの買い物から帰ってきた時のさあのいろいろ片付けるのがね本当に大変なんだよねあのみんなやってるって人はわかると思うけどね、はいえー 神井さんは僕は黄砂すごいかったのでかゆみがすごい。あそっか黄砂のかゆみね。どうなんだろうみみそういえば言ってなかった。ただね毎朝毎朝ねあの言ってるのはなんだっけ学校行きたくないって毎朝言ってます。<laughs> でそっちの方のに気を取られてかゆみが感じないのか分かんないけど。うん、ちにっこさん。 久しぶりの朝ライブ嬉しいです。ありがとう。そしてゆいゆみさん、わかるコストコの小分け、いつも1人でやってるから超疲れます。超疲れるよね。本当に、あれがほんと大変よね。帰ってからね。わかります。さっちゃん、アーカイブ残ります。そうそう。そして今朝は、あそう、今朝はって、今朝はね、お料理をしたんですけど。 私この本当にここ1ヶ月ぐらいかなもう本当にお料理する気持ちに全然慣れなくってもう朝も本当にちょっとやるべきことやったら横になってみたいなそんな感じでやってたんですけど急にね多分なんですけど見本トークを立て続けにみんなが予約してくれてそれでなんかいろんな人と 話してでなんか相手のお話ももちろん聞,聞いたんですけど私の話も聞いてくれたりとかしてそういうのでねどんどん急激に元気になってきた部分もあるんですよねあとライブ配信もこうやってみんなから、ね、いろんな言葉をかけてもらったりとかしてやっぱりこう人と関わることでどんどん私もエネルギーがこう復活してきたっていう感じです。 で、朝から今日はね、あの、塩麹を仕込んだり、あと、ぶり大根作ったり、今、バーニュキュラでブリ大根をね、あの、作ってます。だと、今朝は、あの、さっとちゃんにね、送っていただいたオーガニックの大豆を蒸してて、で、納豆をまた作ろうかなと思います。で、納豆が出来上がったら、あの、納豆麹麹納豆 うん、それをね作ろうかなと思ってやっと元気にお料理復活できてましただかあできてきましただからねお料理とかもしてる日常動画もそろそろね復活していけるんじゃないかなと思いますうんあゆみさんがねやっぱり人との関わりって大事なんですねっていやーすごく大切ですはい NEF さん あとコストコ楽しいけど片付けが大変。そうだよね。美穂さんが紹介されてた真空パックにできる機械、どちらで購入されましたか。あれはね、えっと、Amazon にあるかな。私はね、いただいたんですよ。で、うんリンク、後でじゃあ貼っとくね。一応ここのあの、ライブ配信終わったら、真空パックのリンク貼っておきますね。 やっぱりねめっちゃ便利ですよあの。大量に購入して大量にストックしたいっていう人にはあの真空パックの機械すごく便利ででコストコでさなんだっけシールラップみたいなやつなんだっけ <laughs> あの保存ができるラップなんか貼り付けると水もこぼれないっていうラップなんだったかな シールラップじゃなくて名前忘れちゃったんだけどあれでもねあの小分けにして保存したりもするんですけどやっぱり真空パックの方がより本当に真空になるから鮮度が落ちないのかなみたいなね気はしています、はい、あプレスンシールそうそうそうゆ由美ゆゆさんありがとうございます <laughs> 私もゆ由美ゆさん聞いてたら教えてくれるかなと思いながら言ってたんですけど実はそうそうプレスンシールねあれもねいいんですよね そうそうコツがいるよねピタッてするにはけちょっとコツがいるのかななんて思いますでもあれもまだいっぱいあるからどんどん使っていこうと思いますユミさん大量に購入したらその分お料理もしないとですよねそうなのなんかね私最近本当にお料理する気になれなかった日が続いてたじゃんなのになんか買い物行くと結局素材を買っちゃうのよ野菜とか。 なんかもうお料理する気ないんだからお惣菜とか買えばいいのになんか野菜とか買ってきちゃってそんで家に帰ってきてああ本当料理したくないみたいなあなんで私野菜ばっかり買ってきてしまったんだろうみたいな野菜とか買ったらお料理しなきゃいけないじゃんそれがねなん,かなんで私野菜ばっか買ったんだみたいなででとりあえずもうなんか簡単なものを作ったりとかはしてたんですけどはい。 そうお料理しないといけないですね。えー、っとエニオ F さんリンクアザースアザース面白い。そうそう体調方針になってしまって改めて聴覚に興味があるので美穂さん投稿してもらえると嬉しいなあ。そうなんだ体調方針になったんだやっぱり聴覚に影響があるのかしらねそれもあ上見さんありがとうございます。<laughs> <laughs> ちょっと待ってね、ニエフさん。えー、っと、カミーさん、ありがとう。2000円のスパチャをいただきました。美穂さん、3人でお出かけするときに使ってください。ありがとうね。あ、ナイスパー、ありがとう。<laughs> え、嬉しい、嬉しい。あのね、そうそう、カミーさん、なんかちょうどね、ミーミーがラウンド1に行きたいって言ってて、今。だから、じゃあ来週末はラウンド1に行こうかなんて。 言っていたのでその時にちょっと足しにねさせていただきますねありがとうございますそしてねあのこの間もいろいろスパチャいただいてミスドを買うって言ってたんですけど結局ミーみが板チョコアイスをねなんか一人で5個ぐらい買ってき <laughs> てましたありがとう本当に。 嬉しいねこうやってね応援してもらえるのは本当にありがたい。神井さんいつもありがとう <laughs>、はい。そしてメンバーさんもねナイスパスタンプありがとうございます。そうそうそしてさっきの腸活なんだけど帯状方針疹も腸活にやっぱり関係があったりするのかなあのね私ちょっと言いたかったことがあるんですけど実はそのこんな そんなに精神的にまいってでご飯ももうほぼ炭水化物かっていう感じのものばっかり食べたりとかもう偏った食生活を結構ねここ1ヶ月ぐらいしてたんですよだけどなんか甘酒豆乳に甘酒を入れて飲むものとか <laughs> あと調味料で麹を使ったりとかっていうのは一応してたのねそしたらさもう本当に腸の調子がよくて <laughs> なんか普通さこんなにストレスがたまったらもうね便秘になっちゃうんじゃないかっていう感じじゃないですかでまあたまにちょっとぐらいなったかなちょっとなんか23日お腹硬いなみたいなのはもしかしたらあったかもしれないんですけどでももう基本的にほんに 本当に今も超超の調子がよくてお腹がすごく軽いんですよだからやっぱり麹いいなと思ってなんか私すごい野菜をすごい食べてたわけでもないしここ最近でも甘酒とか麹をね毎日少しずつ取っていたんですよねそれが良かったのかなと思ってなんか睡眠もあんまりできてなかったし 規則も正しくなかったし、寝 <laughs> ま寝てばっかりいたっていうのもあるけど、そうそう。でも腸の調子が結構大丈夫だったから、やっぱりね少しずつ工事を取り入れるっていうのは皆さんいいんじゃないかなと思います。もうあの廃人状態の時とか、本当なんか私顔とかも洗わない日とかあったんですよ。で、あの前朝。 こう石鹸を泡立てて顔を洗うっていうのはすごい気持ちよくってよくや、まあ前はねやってたんですけど、この,あの落ち込んだこの1、2ヶ月はもう石鹸を泡立てることすらがもうすごくめんどくさくて、だからもう顔洗う時も普通に水だけで洗うっていうのをやってたんですけど、でもね、肌もそんなになんて言うんだろう、荒れないし、なんかやっぱり腸が 整ってるからそんなに肌も荒れなかったのかなみたいなね、まあ、そんな感じで思っています。はい <laughs>、えー。西田舞さん、ジェラート作ったことありますか？ジェラートはないかな。アイスはあるんだけど、そのどの辺からジェラートになるんだろう。うん。<laughs> めぐみさんが「神井さんナイスパかっこいいってかっこいいって言ってくれてますね。神井さんかっこいいんですよ。あのね彼女もできてね。<laughs> そして NEF さん。免疫が下がってるとかかりやすいみたいです。あそっか免疫が下がってるとね今年に入ってコロナになったり帯状ほう疹になったりボロボロエニーです。そうなんだそっか。 なんかね、コロナにかかると免疫力ちょっと下がるとか,なんか聞いたこともあるんだけどどうなんだろう免疫力が大事だよねあの基礎代謝を上げてそして体温もちょっと上げてみたいな冷えないようにするとかねそういうのが大事なのかな,なんかそういうのもほんと少しずつみんなで気をつけてさ私たち少しずつ健康にを維持していきたいよねと思います。 で、まゆゆちゃん、豆乳に甘酒、以前 YouTube ライブで聞いてやってみたけど、本当に美味しかった。だって。えー、それは良かった。美味しいよね。なんか、豆乳がさ、ちょっとこう沈殿するから、こう混ぜながら飲むっていう感じかな。私は豆乳をコップに、マグカップに入れて、で、ちょっと、あの、ヘルシオのレンジだとさ、牛乳温めっていうのがあるのね。 そうするとちょうどいい温度になるので、それでちょうどいい温度にして、で、そこにね、甘酒を大さじ1.5杯ぐらいから2杯ぐらい結構入れるかな。そして混ぜて混ぜながら飲むっていう感じ。これね、ちょっと夜お腹が空いたなっていう時とかも飲むとすごいお腹が落ち着くし、いいですよね。なんか甘酒、 とか、麹は食べすぎると太るとか、そういうのも言うけど、でも全然なんか普通にお菓子とか食べるよりは、全然いいんじゃないかなと思います。うん。えー、西田舞さん、3週間右膝が、足が痛くて湿布してるけど、痛みがなかなか治らなくて困ってます。えー、なんか整形外科とかなんか行った方がいいのかもしんないよね。もしかしたら。うん。 あなんてさ、美穂さんはぬか漬けはしてないですか私は今ぬか漬け始めようか悩み中ですちょう。ちょうどいいものを見せたかった。ちょっと待って。今ね、私ちょうどこれが家にあるんですよ。これ、無印良品で購入した発酵ぬか床のこのぬかなんだけど、 この中に野菜を入れてぬか漬けを作るっていうものなのね。もうこれも結構前に買ったの。ジェスちゃんがオーストラリアに行く前とかに購入したから、もう早く使いたかったんだけど、もうここ,こに野菜を入れることすらめんどくさかったんで、最近は。だからずっと放置してたんですけど、 そろそろこれやろうかなって思ってるんですよ。で、なんかやるなら動画にしようかなとか思ってたら、なおさら遅くなっちゃって <laughs>、動画にするかしないかは分かんないんですけど、私もね、簡単にぬか床をやろうかなって思ってます。で、腸活で学んだ時に、やっぱぬか床、ぬか漬けはめちゃめちゃ最高の食べ物なんですよ、腸にとっては。だから、 ちょっと人参とかなすとか昨日買ってきたので入れて作ろうかなと思います。はい、無印ね。これいくらだったかな値段が書いてない。でもこれ賞味期限がさ2023年9月11日ってなってるんだけど、これ賞味期限切れたらだめなのあ違うわ。開封後はお手入れ次第で繰り返し長く使えますだって。 ぬか床がなくなったらぬか床補充用をあの入れてくださいって書いてありますね。はい、そんな感じです、ナンチさん。えっと、あきこさん、後ろの2枚の絵、絵画はどなたの作品ですかああ、これはですね、ちょっとよく見えないかもしれないんですけど、下がジェスちゃんが中学生の時に描いた なんかね楽に行きたいって書いてあるんですよ。あれです。でもう一つ上の方はミーミーがねあの景色を描いてくれてるんだよね。海の絵夕焼けの海の絵を描いてくれてるんですよ。なんかもっともっといろいろ子供たちの絵をね本当に飾るのが私の癒しなんですよ。そうだから子供のね 絵を飾るために額を買わなきゃいけないんだけど、額をまだ買ってきてないっていう <laughs>。えっと、どこまでいったかなうーんと、いさんは重しあ、右足が重心かかってるのもあるのかなあ、それはね、それはやめた方がいいよ。私、子供にもすごくよく言ってるんだけど、片方。 体の片方にこう重心かけて立ってる人とか、あれはね、本当に気をつけた方がいいですよ。私もそうなんで気をつけてるんですけど、うん、やっぱり左右対称に、ね、なるべく立ったり座ったりするといいと思います。かずみさん、通勤しながら聞いてます。朝ラジオ復活ですかってありがとう。あのね、ま、復活していきたいんですけど、もう何時から。 やりますっていう風にちょっと決めちゃうと私も結構まだ気分の上がり下がりとかもあるからもう私がやりたい時間になるべくやるっていう感じにしたいと思いますだからタイミングが合う人は参加してもらってタイミングが合わない場合はアーカイブをね見ていただければ嬉しいと思います、うん、そしてエミソラさんもね みほらラジ復活嬉しいってありがとう。ナンチさん、よしみほさんがするなら私も始めてみようって。うんぜひぜひ私もやってみるから一緒にやってみよう。そしてなんかちょっとさ、報告し合いましょう。<laughs> ね、なンチさん。えー、っと、マ、ま、イさん、下の子は晴れた時に自転車で保育園を迎え行ってます。ちなみに子どものヘルメットは赤のテントウムシです。目立ちます。え、かわいいね。 めちゃめちゃ可愛いそうだね。そういえば4月から自転車乗る時のヘルメットが義務付けられたんだよね。もう義務付けられてる私なんか自転車乗らないからなんかちょその辺ちょっとまだはちゃんとわからないんだけどでも今もう始まってるのかなね。そしてひまわりさん。無印良品のぬか漬けのは容器に移さずその袋に直接野菜とか入れればいいのですかそうみたいよ。ここにね。 書いてあるんだけど、野菜を水洗いして水気切って適当な大きさに切ります。で、野菜をこの袋に入れて冷蔵庫でつけますって。で、そうすると、なんかきゅうりだったら12時間から18時間後に食べられるよーとかさ、株だったら22時間から32時間だよとか書いてあるんですよ。なすも大体いい24時間。うん。 だから今日私がにんじんとナスを入れたら、まあ明日た24時間後には食べられるかなっていう感じかな。さっとちゃん、みほラジ復活嬉しい。毎日過去のみほラジで楽しんでるから、あそうだ、さっとちゃんごめん、昨日ディスコードのやつ、ディスコードに何か質問入れてくれてたやつ、私、返してなかったんだけど、<laughs> ごめんね、そうだ、そうだ。いや、でも嬉しい。 えっと、ミホラジね、過去のやつも聞いてくれてて、本当にありがたいです。ねえ、なんか、嬉しいね。<laughs> そうそう、そうなんです。ミホラジもそうなんですけどそう、昨日ね、ミホトークをしたんですよ、実は。また。で、そのミホトークでは、なんと新しい形で、 えっと、グループトークみたいな感じでさせてもらいました。<laughs> なんか、基本的にね、ミホトークって、まあ、私と、あと、もう一人の1対1でやることが多いんですけど、あのー、グループでね、あのー、やるっていうのもできます。ただ、あの公式 LINE の方では、グループトークができないから、グループでやりたいっていう人がいたら、ちょっと、 ズームで私がリンクを送るから、まあ、3人でも4人でもそういう感じでやるっていうこともできます。でその場合はなんかみほトーク一人一人30%オフとかにさせてもらおうかななんて思っているんですけど昨日もそんな感じでまあ3時間半ぐらい喋 <laughs> りましたかね。本当に、ね、楽しく あのお話しさせてもらってでその時もねなんかこういうイベント楽しいよねみたいな話とかしてました私がねこれからいろんなイベントをやっていきたいなと思っているんですけどこうお料理とかするのもいいよねみたいなのとかねなんかおつまみ作ってその後みんなで「乾杯!」ってしてその作ったおつまみを飲む。 あ食べたりするイベントもいいよねとかね、そんな感じでね、いろんなアイディアもいただいたりしてました。はい。<laughs> えっと,うんと、マイさん、元気に投稿しましたかってみみ、あ、みみがね、投稿しましたい。いやいや、投稿していきました。<laughs> ゆーさん、無印良品じゃなくても、スーパーに袋に直接入れるぬか漬け売ってますよね。私もやってみようかなって。売ってる、売ってる。あと、アマゾンでも売ってる。私はね、一番最初にそういうの買ったのは、アマゾンで購入し,しましたね。うん。じゃあ、むこむさん、おはようございます。かずみさん、また時間があるときにお弁当作りの動画アップしてほしいな。好きなのよ、お弁当作りの動画って。<laughs> そうなの嬉しい。ありがとう。 そうだね。なんか、またね、お弁当作りの動画も撮りますね。やっぱり少しずつ日常を配信していきますので、また。えー、っと、今日はでもね、昨日買ったコストコのハイローラーっていうやつあるじゃん。こう、薄いピタパンみたいなところ、ピタパンじゃないな。なんかこう。 なんて言うんてううだろうね薄いさ皮みたいなところに野菜とかお肉が包まれてるやつが輪切りにされて売ってるやつハイローラーってやつねあれをね昨日買ったんでもうジェシちゃんのお弁当箱にそれを詰めるっていうねすごい簡単な <laughs> お弁当を作りましたはいかおりんこさん私もみこりんのお料理動画好きですえー、ありがとう まあ、徐々にねあの、お料理復活したから出していきたいと思います。はいまあ、そんな感じかな。で、今日はこれから、あそうそう、今日はもうついにあのお味噌を開けたいなって思ってます。私がほら、手作り味噌を作ったじゃないですか。ちょっと手作り味噌のリンクも。 あとで動画の説明欄に入れておこう。みんなにもう一回ちょっと思い出してもらおうと思って。<laughs> 手作り味噌を去年の夏かな春かななんかまあ作ったんですけど、それがずっとね、あの、冬に開けるって言ってたのに、もう4月になりますね。 だからもう何ヶ月仕込んだんだろう半年以上は仕込んでると思うんですけどそれをなんかみーみに「いつ開けるのいつ開けるの?」って言われてて私なんか開けるんだったら動画で撮りたいって思ってたからみんなも気になるじゃんお味噌どうなったんですかってすごい質問されてるからそう動画に絶対したいなって思うのでもなんかもうその気力が本当になくてもうずっと まだってみーみーに言われるんだけどま,まだもうちょっと待ってみたいなで今日の朝もみーみーに「み、ね、そまだっていつ開けんの?」とかって言われて「じゃあ分かった今日開ける」って言って「じゃあ絶対だからね」みたいな感じで「<laughs> じゃあみーみーさ動画撮ってママ開けるから」って言ったら「うん分かった」とかって言ってそうだから今日みーみーが帰ってきたらちょっとおみそがどうなってるのか開けてみようかなって思います。 もしかしたら表面に少しカビが生えてんのかなそれをこうさーって取るように言われてます。うん。だからそういう感じのもね、取ってみんなに報告したいなと思います。あみんなみそ、やっぱり、やっぱりね、気になってたよね。ひまわりさんもね。えー、チャムコムさんも楽しみって。かおりにこさんもね、かずみさんはドキドキワクワク楽しみ。さっとちゃんもね。 楽しみにしてくれてました。だからちょっと今日こそ開けたいと思います。私も味噌本当に開けたかったんだけどねなかなか。で今日はなんか後でコチュジャン甘,甘酒でコチュジャンを作りたいなーって思ってるんですよ。でそれに味噌が必要だから。 そうそうそうそれを開けたらその手作り味噌で手作りのコチュジャンを作ろうかなって思ってます。コチュジャンね作っておくとすごく便利。なんかあの市販のやつもいいんだけどね結構添加物とか入ってんのかな市販のやつは。<laughs> だからまあ手作りが安心かなみたいなね感じですね。さらさんはじめまして高2女子。 美穂さんの動画は謎に安心感があってよく見てます。えー、そうなんだ私は過敏性腸症 <laughs> 過敏性超症候群になってしまって学校が行けなくなってしまい今日も行けなくてすご,くすごい不安です親にもすごい怒鳴られてしまい無理にでも今日行かないといけないんですが行った方がいいですかね、えー 長文すいませんえー、そうなんだ、ま、私だったら私だったらそんな無理に行かなくていいよって言っちゃうと思うんですけどあの過敏性腸症候群だとやっぱりその気持ちですごくお腹が痛くなっちゃったり緩くなっちゃったりなんかそういう感じだよね。えー どっか怒鳴られちゃったのか、うん、そうすると困るよね。うんえー、私はなんかそういうストレスをまず解消するのが一番大事だから本当になんか無理しないでまずリラックスするところから始めてほしいなって 思うんですよねだからこの質問としては今日無理にでも行った方がいいですかねっていうご質問なので私はなんか無理にだったら行かなくていいんじゃないかなって思いますなんかミーミーにもさいつもあなんかもうミーミーがお腹痛い「お腹痛いお腹痛い」とかっていうのはやっぱりそういうミーミーもそれなのかななんかよくさ「お腹痛い」って学校行く前とかに言ってて「大丈夫?」っつってなんかもう休むみたいなで今日も なんか、え、もう相対しようかなとかって言うから、ママ家にいるって言われて、いるよって言って、相対してもいいよって言って。でも相対、じゃあ、うっちゃうち相対するわ、とかって言ってたんだけど、でもなんか、まあ、相対するって言って、もう別にその気分で相対しなくてもいいよって、なんか相対してこないとほら、ママが心配するとか逆に思わなくていいよって言って、自分の気分で決めてねって言って送り出したんですけど、 うん、なんか私もほら今最近ほらすごい自分で落ちてすごいストレスだったしすごいあの辛い時期だったからああいう時って本当にねめっちゃ休んだ方がいいしなんか休んでる時に罪悪感を感じて休むとそれって結局ストレスが全然なくならないしリラックスできないじゃないですかだからもう本当に休むんだったらもう罪悪感も感じずに もう本当に休めれば一番いいんじゃないかなって思ってる。うん。だからさ、でもね、お母さんとかお父さんが、なんか、行けって言って怒鳴っちゃうと、ちょっとそれは困るよね。でも高校2年生だからさ、親が家にいなくても全然いいじゃん。だから、心配しないでって言いたいよね。 うん、まあ、父さんお母さんはきっとそういうなんか、あんまり行かないと、学校休み癖がついちゃうとか、そういうのを感じちゃったりするのかな。そういうの心配してんのかな。それでなんか留年したらどうするのとか、そういうところまでもしかして心配してんのかもしれないけど。 でもね、体と心がめちゃめちゃ大事だから、サラさん、本当にリラックスできるようにね、あの夜も早く寝てくださいね、うんうん。そして私の動画を見て謎にね、安心してください。<laughs> はい。えー、なんか、葵さんが、みほさん、どんどん綺麗になってますね。だって、あら、やだ、<laughs> ありがとう <laughs> あ。かずみさん、とりあえず保健室投稿してみたら、あ、そうだね、そういうのができるんだったら保健室投稿もいいかもしれないね。 あーひーくん、お久しぶりです。明日で14歳になる男子です。昨日はゲーセンでチョコを65個ぐらい取って食べきるのに時間がかかります。美穂さんはそういう場合、どう対処しますか <laughs> いい質問ですね。私だったらもう、人にあげますね <laughs>。だって、65個か。でも、でもジェスちゃんだったら。 じしちゃんとかみーみーだったらやっぱりもう毎日一つずつ食べていくみたいな少しずつ食べていくっていう感じをするんじゃないかなと思いますよはいいいねいいんじゃないなんか少しずつ食べてったりたまに誰かにあげてみたりするっていうのがいいのかしら、ね、そしてさっとちゃん 最近、カレー工事も作ってみたよ。最近、なんとか工事が流行っているのかなカレー工事も美味しいよ。耳鼻科受診、息子っち呼ばれちゃった。また後で見るね。え、さっとちゃん、奇遇だね。私も実はね、カレー工事おとといぐらいに作ったんですよ。ちょっとカレー工事みんな待って、持ってくるね。 お待たせ <laughs> そうそうあのなんとか工事っていうのが最近すごく流行っているんですよね。でなんでも工事がこでいろいろ作れちゃうんだけどなんとほらカレールーとかさ、まあ、カレールーもすごく簡単で便利なんですけど、まあ、あの油とかいろいろ考えたりするとこう自分でね作ると安心して使えるかなって思うの。でこれがカレーこ 私が作作っった。た初めて作ったんですよ。で、この中身っていうのは玉ねぎとかにんにくしょうがあとカレーパウダーそして麹を入れて作るんですけど実は私ねなんかカレーパウダーが1 0 0ム必要だったのに全然1 0ムしかなくってそれで代わりに何か何を使ったかっていうとあのー クミン、ホールのクミンがあったんですよ。クミンわかるカレーの味がするスパイス。葉っぱみたいな、こんな、あの、茶葉みたいな感じ、紅茶の茶葉みたいな感じのホールのクミンが結構大量にあったのと、あと、ナツメグ、ターメリックがあったので、もうそれを全部混ぜて、バイタミックスで粉々にして、パウダー状にして、 だから手作りでカレーパウダーを作ったみたいな感じかな。で、それでこのカレー麹を作りました。そしたらね、ほんとすっごく美味しいの。だからこのままご飯にかけて食べても美味しいぐらいなんですけど、一応ね、これを使うときは、あの人参、じゃがいも、玉ねぎとか、普通にカレーを作って、カレールーみたいな感じでドボドボ使う感じなんだと思います。まだそれでカレーを作ったことがないので。 でもねなめるとめちゃめちゃ美味しいの。<laughs> で体にも安心だしいいなって思ってさっとちゃんも作ってたんだね私となんか興味が似てるもんね。<laughs> えーっとあきこさん私の母は生前父が亡くなった時少し落ち込んでいたらご近所さんがそのことに気づいてくださり気分転換になるからと。 お味噌作りを教えてくださいました。当時の母はそのお味噌作りで気分転換になっていたようです。ああ、それはいい気分転換だね。うん、すごくいいと思います。えー、なるほど。<laughs> ひーくん、4人家族で割り勘でも個数が多すぎるんすよ。<laughs> そうだよね。65個もあるとね、4人で分けてもちょっと多いよね。 友達にあげるとかどうでもすごいね、すごいね、そんなにいっぱい。ゆみさん、チョコそんなにたくさん取れたら私だったらゲーセンで周りの人にも配っちゃうかもです。<laughs> ねえ、すごいね。キムユキさん、スーパーに出発してミホラジが始まり急いで帰ってきました。2倍速で頑張って追いつきます。え、大丈夫買い物はしたの <laughs> 買い物はして帰っ できたんだよねね、うんうん、ありがとう、ね、そうやってみんな楽しんでくれるのは本当に嬉しいです。和美さんも見たいけど仕事またあとで見るよってありがとう。おゆきこゆきさん美穂さんお肌とっても綺麗麹の成果ですねってありがとうございます。これねちょっと画面で見ると綺麗に見えちゃうっていう感じなので、あのー、実物はもうちょっとなんかシミとかいろいろ見えるんですけどあ毛穴とかまあ。 でもねなんかそんなに荒れたりは最近してないかなって感じかな。ひーくん、本田さん小さい子が羨ましそうに見てたからあげればよかったかなっていう。<laughs> そうだねなんかあどうなんだろうね。最近でも食べ物をあげるってちょっと昔だったらよくさあったのかな。でもなんかちょっと知らない人から。 あのチョコとかもらうと親に何か言われそうっていうのもあるよねだ誰にもらったのみたいな <laughs> うんまあいろいろどうなのかな喜んだとは思いますけどねうんそうそう人にあげるってなかなか難しいよねはい葵さんも毎朝豆乳に甘酒あん甘酒に豆乳入れて飲んでますいいですね いやめめちゃめちゃゃ楽しいね。やっぱりこのミホラジめっっちゃ朝から楽しいね。私もテンンション上がるわ。やっぱりこうやれる時にねどんどんやっていこうと思うのでまたあのみんなねちょっとあのみほラジ毎日やってた時はみほラジ聴くのがこう日課になっていたと思うんですけどここ最近ちょっと離れたんですけどまたね皆さんのこう日常の中のルーティンにね 美保ラジオを聞くっていうのを取り入れていっていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、今日はこの辺にしますね。また今から私はそうね。動画編集とかして。また、みんなに新しい動画を早く出せるようにねしたいと思います。みほトークもね。もし予約されたい方がいたらご連絡みほえっ、ー、と美穂のね。公式 line からしていただけると嬉しいです。 えっと、ポムさん、ミホラジが義務になっちゃうとミホさん辛くなっちゃうから、やりたいときにやってください。うん、そうね、やりたいときにやりますね。あ、なんて、ひーくん、豆乳、最近豆乳にはまってるんですが、牛乳と豆乳だったら、どっちが体にいい効果を与えるんですかちなみにストレートな、ただの牛乳は苦手です。そうね、これはいろいろ賛否両論があるのかな、なんて思いますよ。 私は結構、豆乳派です。はい、<laughs> あ、紗良さん、えー、教室の静かな環境がすごく怖いんですよねって。私の家庭は母子家庭なので、母に学校に行ってないことで迷惑とかもかけたくないと思ってるし、私のためにも怒ってくれてると思うんですが、やっぱり怖いです。なんとか頑張ってみます。ありがとうございます。そうか。そうね お母さんもそうね、心配してくれてるんだよね。でもさ、なんか、うんと本当に自分の辛さって自分にしかやっぱりわからないからあの、本当に大変だったら、やっぱり自分を癒す方を優先してみてくださいね。保健室登校でもいいと思うしね。あの無,理無理は気持ちよ。無理するとね、結局ね、後から心に負担がかかって、結局自分の体壊したりとかします。 だから、無理はしないっていうのが一番いいなって私は身をもって体験しましたので、皆さんもね、無理せず楽しいことをね、少しずつやっていってくださいね。では、みほでした。バイバイありがとう。リンク貼っときます。